94歳で亡くなった小菅博正さんは、元四日市倉庫、現在の日本トランスシティで社長や会長を歴任し、四日市商工会議所の会頭や三重県商工会議所連合会の会長などを務め、三重県の経済界を牽引してきました。今日四日市市内でお別れの会が執り行われ、会場には生前交流があった人たちなどが花を供え、静かに手を合わせていました。また会場では、小菅さんが海外出張で訪れた欧米やアジアなど52の港を記した地図や、仕事やプライベートにおける写真などが展示され、訪れた人たちが故人を偲んでいました。